日本近畿地方兵庫県、神崎郡福崎町福崎町は、兵庫県南西部の針間に位置する町である。兵庫県神崎郡の南側に位置する町であり、1956年5月3日に、田原村、八千市村、旧福崎町の一町二村の合併により成立し、中国自動車道、万端連絡道路、国道312号 JR 万端線、 福崎駅が通っており、交通の要衝となっている。また、柳田邦夫の出身地であり、町の中央部に市川が流れている。由来は、福田と山崎から一文字をとっているため、合成地名でもある。姫路市の北に位置する内陸の町である。市川の中流部とその支流である七種川流域を占めている。周囲を低山と丘陵に囲まれた。 小盆地。北西端にある七種山は七種の滝、つなぎ輪などの気象がある。町の東部には、ため池が多く見られる。最も大きいものは、姫路市にまたがる最高寺町池で、面積26.0ヘクタール。国土地理院地理情報によると、福崎町の東西南北それぞれの橋は、以下の位置で、東西の長さは10.1キロメートル。 南北の長さは 11.5km である。姫路市への通勤率は25.6%である。19,709人田原地区9、田原村の範囲である。田原地区の町並み南田原で撮影福崎地区、福崎地区の町並み西地で、撮影8000市地区観光庁消防団文化、施設体育施設2004年11月5日、福崎町。 コ寺デラ町法定合併協議会が設置され、福崎町長が会長に就任。4回にわたり合併協議会が開かれた。2005年1月16日に、コ寺デラ町で、コ寺デラ町の合併についての意思を問う住民投票が行われ、その結果、姫路市と合併するが、福崎町と合併するを上回った。コデラ町長より、住民の意思を尊重し福崎町。 コーデラ町法廷合併協議会を脱退する胸の申し出があり、協議会はその存続の意義を失った。両町長の協議により2005年2月3日をもって合併協議会を廃止することとし、両町の臨時議会において合併協議会廃止の議案が提出されて可決されたため、東京議会は廃止することになった。なお、2006年3月27日、 コーデラ町は、姫路市と合併した。町明、区を二つ合わせて、副として図案化した長賞を1957年7月10日に、制定した。調整の重要案件を審議し、意思決定をする、町の議決期間。議員定数は条例により14人。議員の任期は4年。議会は、毎年4回の定例会が開かれるほか、 必要に応じて、臨時会が開かれる。2000年国勢調査によると、産業別人口比率は指定金融機関、兵庫西農業共同組合姫路局からの受信や、共同受信によって主張している世帯もある。福崎インターチェンジ古来より東西を結ぶ、西国街道と南北を結ぶ幾くのへの街道が、交差する交通の要衝であった。現在も南北に、 JR 万丹線と万丹連絡道路や国道312号線、東西に中国自動車道と県道三木思想線などの交通道脈が貫き、交通、物流などの要衝となっている。小滝、七種の滝の一つ。柳田国を聖火、辻川山公園の池に潜む、かっぱたち松岡家兄弟ら。ありがとうございます。